うきくん、ハンドハンマーさん、こんばんは。こんばんは。ささかはどうしようって悩んだんだけど、カジュアルにしたとても、だってさ、ライブガールズジャパンだから、アイドルライブジャパンだから、この2日間アイドルライブジャパン三昧なので、今日はライブガールズジャパン T シャツを着てます。アルエス、こんばんざーい、こんばんざーい。自慢の配信にいるから邪魔しないで。邪魔してないよ。なんなん、そのなん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 、同じ部屋ってのり、同じお部屋、もちこと同じお部屋です。今日はダブルベッドだからね、一緒のベッドで寝ます。もちこしごめんね。みんなのお部屋の組み合わせちょっとよく覚えてないけど、とりあえず姉妹が姉妹ってことは覚えてる。なんか光欲しいな。あ、サカツしてたね。サカツ、サウナ、サウナ、ササカツ、ササカツ、みんなササカツしましょう。今日のササさんはカジュアル。皆さんオンライン楽市楽でやってるんで、すごいなんか今日はカジュアルめの格好なんですけど、こんな感じも好きな方いればぜひ特典ゲットお待ちしております。特典は左上のバナー、公式グッズ販売コスパニックストアから、ゲットすることできますので、皆さんぜひゲットしてください。お化粧、お化粧がもうオワオワって感じ。オワ、オワオワ、え、誰、のぞちゃん。ああ、ありがとう、のぞちゃん、嬉しい。ささもち、おいしい、ささもち。ポーズはお任せ、オッケー。お任せ。あ、そしたら一緒にその服にすればよかった。わ、なんかすごいさ、めっちゃカジュアルな私服とパジャマ。パジャマ。いいかな、それでも。多分。うんうん、ありがとう。そんな感じで、あの同部屋ツーショットとかもね、頼むことできますので、ぜひ。サガーともちこのツーショットなどお待ちしております。もちろん一人でも全員写メでも、ちょっと囲みは難しいですけど、囲みは全員集合させないといけないんで、ちょっとそれは申し訳ないけど、全員囲みは厳しい。ナンシー、こんばんざーい。久しぶりにキャップをかぶった。これは元愛知県の伝道師から譲り受けたものだ。なんかね、突然くれた。あれです、今新潟に帰省中。帰省、実家。ダイ、こんばんは。ダイ、こんばんは。なんか顔が漏れない、ここ。どこがいいんでしょう。どこがいいんだろう。難しいな。難しい。配信でライブ見てたよ。今日も可愛かった。ありがとう、見ててくれて。やった。そうだよ、仙台で今日さライブしてたけどさ、配信あるからこそ離れた地の人も見れるもんね。みんな明日も仙台で2本ライブです。仙台ライブめっちゃ久々。佐川仙台来るのいつぶりだ。なんか1年ぶりに、1年前に仙台遠征はあったんですけど、
その時笹川行けてなかったので来れてなかったので遠征に。だから今回ねみんなと来ることできて嬉しい。ムーンライダーこんばんさん。あれそこ中にあお墓参りね、笹川も行かないとな、お墓参り。お盆、お盆です。のぞちゃん、のぞちゃんツーショットありがとう。笹もちもちもち、笹もち一人目です。頼んでくれたの、イエーイ。さわやんこんばんは、こんばんざい。あ、リーゼントモキプリマオジ早く。そう、これさ偶然シュプリームなんですよ。シュプリーム元愛知県の伝道師が私物笹川になぜかプレゼントしてくれたんですけど、そう、かわいいデニムのキャップ、なぜかプレゼントしてくれました。でも今も愛用してます。いわちゃんこんばんは。そうやね、この前のライブ写真アップしてくれた、ありがとう。ライブで万歳、そうライブで万歳のタグさ結構もういろんな人使ってくれててとても嬉しい。皆さんもライブで万歳してください。写真とか動画とか撮ったらね、あのライブのぜひハッシュタグライブで万歳でツイートしてください。みんなが見に行く見に行く。最近やっとちょっとずつ投稿してくれる人が増えてタグが充実してきてます。皆さんもぜひハッシュタグライブで万歳のタグの投稿見てライブ行きたいなって思ってもらえたら。ささもち楽しみにしてる、イエイ。ささもちってさ、なんかもう名前がいいよね、コンビ名美味しいもん。ささもちなんか顔が盛り、日本ライブ終えてもう顔が死んじゃってるの。そんなになんか疲れたとかそういう感じじゃないんだけど、お顔のコンディションが良くない、よろしくない。しんさんこんばんは、けいさんこんばんは。200回目の訪問だ、おめでとう。けいけいこんちやーす、ちやーす。もしかして隣というか、あの一緒のお部屋、もう一丸ゆうきちゃんです。やったね、もちもちもちこ。もちこはもちこも今もちこのルームで配信やってますが、パジャマを着ています。ホテルのそばや、いい感じだったかな、やっぱり僕の気に入り。あ、一枚目ね、ぶりっこ万歳ファイターのブリコポーズ、ありがとう。すごいブリブリな顔してた、予想以上に。何だ、仙台いるんだ。そう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 、仙台ボースリルと夜はもう秋の感じ。そうなの、でもそう、今日はねなんか台風近づいてて風がもう、うん、晴れてはいたんですけどギリ、そう風がめっちゃビュービューだったから涼しかった結構。しかも1本目の特典会を野外ショッピングセンターみたいなところの屋上でやったんですけど、そう外で特典会やってたら風がピューって吹いた時にお札が2枚うわーって飛んでっちゃって、そうお札はあかんと思ってめっちゃダッシュして撮った。そう千円札がねそのままめっちゃ風に飛ばされてくとこだった、あっぶな。のぞちゃん、さっちゃん可愛いから大丈夫、大丈夫大丈夫かな。ライブガールズジャパン、ジャパン久々にこれ来ました、いや、今すごいもうなんかどこ
どこで配信しようってなってて直前まで、今キャリーケースの上に乗っけているのでキャリーケースがチラ見えしています。そうよ、あとはかっこいいささちゃん撮れてよかったねえ、すごいいろんな表情撮ってくれてた。他メンバーの写真もね乗っけてくれてありがとう。ライブで万歳、またライブで万歳して、してしてして、なんだ、お札危ないよね、やばかった、本当にめっちゃ焦った、うわーってダッシュしてた。誰？ラーメン男こんばんざーい、ラーメンマンだ。このお部屋マッチマッチ、あ、マッチ、あのマッチかな、やっほー、笹川の知ってるマッチ。急にイケメンになった、急に。今日はこんな感じの笹さんです。ライブで万歳します。撮りつつ肉眼でもライブを見つつ、どっちも楽しんでください。またね、さつかのライブ増えるかな、どうだろう、まだわかんないけど、明日の朝一のライブがさ、写真と動画撮影可能なんですけど、もう朝一の顔やばいかもしれない、やばい顔と声してるかもしれない。マチ仙台、え、マチ仙台、仙台いる？明日も仙台ライブ2本だよ、おいでおいで。仙台ライブ明日1本目は朝10時55分から、早っ。ライブスタジオリップルっていうところでライブで、2本目が仙台ダーウィンだ、ダーウィンで、ちょっと何時からか詳しく覚えてないけど夜ライブします。あ、キトアイさん、そう、キトアイさん明日朝めっちゃ早いよな、めっちゃ早、みんな起きられんのかな。明日はね、アイドルライブジャパンモーニングっていうことで、朝からみんな朝からライブですよ。あやと、あやと死んでる？あやと、今何一緒にいんの？あやと生きろ。さわや、また千葉の伝道師からフォローもらった。マイカとかかな？千葉。千葉今。マリアとマイカしかいないから、やばい、だんだん目開かなくなってきた、やばいやばい、もうこのお部屋の組み合わせバブって言われた。バブ、佐賀はバブじゃないけどね。でもこの部屋は多分どっちも寝がち。さっき一回チェックインした時、笹川がほんの少しだけ寝てて、で笹川が起きて、よし支度するかって支度してた時にもちが寝てて、どっちも交互に寝てた。よく寝る部屋。ちょっとお眠いになってきた、だんだん。眠子眠子、目が開かない。いや、頑張れ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 頑張るので、得点もお待ちしてます。りょうへい、お疲れ。りょうへいもお疲れ。さわやん、バブちゃんなの。バブ、笹川もめちゃめちゃ大人なんですけど、ちょっとやばい、目に力入れてるけど開かない。
だってさ、もう眠気って体の言うことには、脳の言うことにはさ、もう逆らえないじゃん。どうしようもないね。頑張ろうっていう、頑張って目覚ます気持ちはとてもあるんだけど、めちゃくちゃあるんだけど、脳が伸びる。さっさだーん、さっさ、さっさが今日キャップかぶってます。壁、ささちゃんがバブちゃんでも、バブちゃんでもいいの？まあでもなんかメンバーの中にいるとちょっと精神年齢下がりがち。メンバーにいつもお世話してもらってる。メンバーがいつも世話してくれる、優しいね。迷惑かな。のび今日ありがとう、ありがとう、本当に2本どっちも来てくれて、明日も2本。ぶい、水かけ楽しすぎてよかったね。あれ本当にまたしたい。海賊フェスでやろう。やっぱ海賊だからさ、海賊だからみんなに水をかけるっていうことで、みんなに水かけたい。夏はまだまだ、俺たちの夏はまだまだこれからだ。なんとか先生の次回作にご期待ください。なんか寄りかかると寝ちゃう。ほんとだよね。いやもうさ、キャリーの子にこうやったらさ、もう寝ちゃう絶対。この体勢寝ちゃうわ。いや頑張って配信するぞっていう気持ちはめちゃめちゃ持ってるんですよ。何回も言うけど、体が、だって今日あれだもんな、深夜出発で、まあスタッフさんの方がもっと大変だと思うので、ささがも頑張ります。なぞちゃん、さっちゃんも赤ちゃんだね。うう、大人、もういい大人、もういい大人なんだけど、アイス食べたい、アイスが食べたい。さわや、水かけ合いたいね。そう、でもね、今日はなんかもともとは水かけ祭り、ファンの方からもアイドルにかけていいらしいんだけど、今回はなんだろう、多分コロナとかのあれなのかな。でアイドルからそのファンの方々、アイドルからお客さんへの水かけだけ、お客さんからアイドルは水かけはできない仕様になってました。今回はでもなんだかんだ、あの運営さんとかが、スタッフさんとかがそのメンバーにめっちゃかけたりするから、結局メンバーもずぶ濡れになるっていう。海がめっちゃパシャパシャやった。楽しい。のびバケツもあったし、ね、バケツ攻撃力高いね、あれは。ひしゃく、あれね、やっぱお清め、お清め必須だったね。キースさんこんばんざーい。のび明日は泊まり、なんか泊まりなような泊まりじゃないような、って感じ。タダトラさんこんばんざーい、ありがとう。今日はおいでおいで攻撃。なんと今日の T シャツ、あら、お揃い、お揃いなんですか。匂わせちゃう、やばい、匂わせだ。あれ、中井さんは今日違う T シャツだったっけな、カメラマンの。これだったかな、なんか黒だった。スタッフさん誰かもこれ着てたかもしれない、もしかしたら。やばい、これでもうアイドルライブジャパンスタッフの一員ですね、私たち。
匂わせ。牛タンはなんだっけ、出てこない。あ、牛タンはネギシのハピボさん。そうや、運営さんが楽しいやつ。え、そうそうそう、運営さんがめちゃめちゃ楽しそうだと、本当に。ササさんは標的にされそう。でもそれがステージ上にいたので、なんかマイク持ってる間は水鉄砲持っちゃダメみたいな決まりがあったんですけど、笹川はステージ上でマイクを持ってたので水をかけられることはございませんでした。タカペこんばんざい。今日のミキプルミキプルンって呼んでる中井さん中井正広かもしれないのに。浮世絵の、あ、え、あ、待って、浮世絵のやつ、あ、 T シャツバージョンか、多分 T シャツバージョンかな。なんかうちらはスウェットバージョンしか持ってないんですけど、浮世絵スタッフさんなんか T シャツバージョン持ってた気がする。サワヤン、この前物販行った女性マネージャーって元バンジャパンのアイドルじゃないよ、全然。前違うところのグループさんのマネージャーさんをされてて、途中からこちらもお手伝いしてくださるようになりました。うん、タカペ半年くらい会えてないの。そうだよ、長い。今もう仙台来ちゃった、大阪飛び越えて。大阪この前です、行ったので。頑張って起きて、ササさん頑張って、頑張れ。さっきご飯食べたのもあるかな。でも美味しい、仙台の美味しいもの食べに行きたかったですけど、夜ご飯はコンビニのご飯でした。まあ美味しいけどね、コンビニご飯。笹がコンビニご飯大好きで。でもそう、お昼は、お昼って言ってもなんかおやつの時間ぐらい、夕方ぐらいだけどは、メンバーと牛タンを食べに行きました。牛タン、やっぱ仙台といえば牛タンですよね。ずんだのシェイクはまだ飲んでない。牛タン、なんかね、いろんなセットがあって、笹川の中でも割と安価なやつ頼んだんですけど、リマさんがすごいスペシャルセットっていうめっちゃ豪華なやつ頼んでた。牛タンの、牛タン使ったつくねとか、牛タン使ったソーセージとかね、頼んでた。頑張れ笹川。めっちゃ慣れてる感って、あーでもそれはそうかも。ずっとなんかマネージャーさんとかしてくださってるし、他グループさんも含めて。この前も手形勧められたし、アクスタも勧められて、あ、ねえ、そう、シールゲットしてくれた。貼った？あれもう貼りました？あれ今どうしてるの？ダメだこれ。いやでも明日の朝早いから、絶対にお風呂に入って明日の準備してから寝ないといけない。明日の準備、頑張れ頑張れ。ということで皆さん特典もお待ちしてます。まあ、特典購入できるので、左上バナー、赤と白の公式グッズ販売コスパニックストアのバナーから
笹川さんの愛のこもった特典ゲットしてください。愛込めて作るので、笹ちゃんシール、あ、近くにある、近く、まだ貼ってはないってこと、貼ってない、ゲットすると金運とかアップするかもしれない。ササシール目が、特典頼んだけどサスさん、でもなら怒られない程度に、やだ、後回しにしない、後回しにしたら取んなくなっちゃうから今日のうちに取ります、ちゃんとこの後任せて、そんなお茶の子さえさ、朝飯前ですよ。ビコお疲れ、もう名前がキツネなってる、風呂入る前に挨拶だけ、お疲れキュービコ、なんか顔ぶさくてね、なんか顔がブサイクで漏れないんだけど、たっくんこんばんざーい、顔どうやったら、一回もう全部落とすしかないの、顔なんか重ねれば重ねるほどさブサイクになる気がする。あ、今なんか特典送られてきたけど見てなかった。サバヤンロックフィールドさんライブ耐久センター、はめことしても、ね、座るとこないから大変だよね、みんなめっちゃすごいなって思った、体力あるよ、あっくんだ、あっくん久しぶり、さわや、何と言わんといて、何や、誰か今ナーウして、今のお時間は何分でしょうか、あ、時計ないのか、でもこれは、これじゃない、今日は幸いライブ終わる時間がそこまでめっちゃ遅いとかじゃなかったので、よかった、これでこっから24時頃オンライン楽市楽座やりますみたいなやったら多分ね寝てた、それは寝てましたね。あーくんありがとう、来て早速直させてしまって申し訳ない、お眠って嘘、目うるうるしてない、それはいつもあれかな、コンタクト変わったからかな、よっちこんばんざーい、漏れないから嫌だ、顔が、どこがいいんだろう、どこがいいかちょっとよく分かんなかった、ベストポジションポジションどこ、そうやん、自分のことブサイクって言わないで、分かった言わない、物分かりがいい、ささん、あ、ここはここ光がいい感じにある、ここいいんじゃん、あ、倒れちゃう、倒れちゃう、支えが、あ、でもここの方がまだいいかも、いいところを見つけました、いい感じに光の当たるところ、ベストポジション、ちょっと
支えがないのが心配だけど、触れなければ大丈夫。めっちゃこれ持ってるか。のびーの明日の T シャツ仕込んだ。え、優勝する？もう優勝候補？強い。何、どんな期待してます。あばだ。さあさあ、どうしたん、ダダコ。ダダコ寝ちゃって。でもなんだろう、先生誕生日から2日目、誕生日が1日目だとすると誕生日から2日目、めっちゃホテルタグ、そう、清掃してくださいのやつ、清掃してください。だ、ここいい感じに光が当たるからいいや。覗いてる。ほら、パルタ。あら、今日もイケメン。カナがお昼このお部屋に遊び来てた。カナはまた違うお部屋です。かな、お隣かな、お隣だったかな。また明日食べます。こっちのお隣がふみとしおり藤崎姉妹。え、すごくない？あみだくじってさ、ランダムにやったのにふみとしおり姉妹部屋になるんだよ。あと誰と誰が一緒の部屋なんだっけ。くーとゆみが一緒だった気がする。同期。サワヤン可愛いから染め始めた。ちょうどここにいい壁があった。カナ、やっぱりさっちゃんのこと好きじゃん。ののかとあいびょん。あ、そう、カナののかとあいびょん。あれ、結局変わってないのか。あ、そっかそっかそっか、そんな話してたな。そう、カナののか。さっちゃん誰と同部屋でしょうか。耳を澄ませると声が聞こえてくるかもしれない。まあ配信してるのでどっちも、立ち上がってもここまでしか見えない。今私は空気椅子をしています。こう見えて余裕そうな顔で私は今空気椅子をしています。マジ分かりません、分かりませんの。同部屋2人さんに100人と同部屋、多分雪大正解。笹川もちこと同部屋、今回で2回目です。同部屋になるのさやはなんと阿弥陀の結果一人部屋になりました。唯一13人で来てるから一人部屋一人だけなんだけど、さやがシングル一人部屋になりました。立ち上がってた方が眠くならなくていいな。勇気の面倒よろしくお願いします。いや、でも笹川が面倒見なくてもきっと生きていけるよ。大丈夫、さっきラーメン食べてた。でも笹川もさっきカップ焼きそば食べてた。二人してオンライン楽市楽座の直前までカップ麺食べてた。さっきカップ麺美味しいもん。本当はなんか美味しいお弁当とか食べたかったけど、お弁当なかったのでカップ麺を美味しくいただきました。二人に帰ってきて、マジ俺も一人部屋、俺も。
笹川は二人部屋です。ごめんね。何のカップ麺食べたの？え、そんな熱心に聞く？笹川はカップ焼きそば、ソース焼きそばを食べました。二人同じのじゃない？違う、それぞれ選んだ。焼きはなんか欅のラーメンだったかな。ラーメンのやつ食べてた。笹川はなんか汁ありの麺よりカップ焼きそば的なのが好きなのでカップ焼きそばを食べました。お盆でやってないお店。あ、やっぱそうなんだ。へえ。行きたかった店がどこも閉まってて。ええ。でも目をつけてきたんだ、行きたいお店。すごい偉い。絶望。パルダサちゃん UFO 好きそうだな。UFO？ UFO ね、あんまり食べない。よう好きそうだった。でもそこまで選ばない。アバ、チョンくんどこにときめき覚えたの？チョンくん、え、アバ特典頼んでくれた、さっき。ありがとう。今日はすごいボイッシュカジュアルなコーデですが、キャップは久々にかぶった。コパンちゃんこんばんは。コパンさん、あなた食べないんかい。何、 UFO？ UFO はそんなに買わない。だって量そんなに多くないもん。量がたくさん入ってるやつがいい。安典こんばんは。やっぱなぜすぐバレる。すぐ運営さんがこっちに情報、買った情報を共有してくれたからさ。いえ、シールチェキ帳に、あー貼ってくれる。笹川のシール大切にしてください。銀河一キャップが似合うアイドル。見た目は大人、頭脳は子供。その名も笹川笹。見た目は大人、精神年齢は子供。その名も笹川笹。ハートくれてる。特典頼んだ上にハートくれている。ありがとう。バカ。ああ倒れちゃう。え、聞いて、めっちゃショックなんだけどさ。そういえば超ショック。もうずっとさ、ずっと割れてなかったこの携帯の液晶画面さ、今日なんかいつの間にか気づいたら割れてて、本当にすごく今もショックを受けているよ。僕はとてもショックだ。ずっとだってなんか一番最初買った時コーティングみたいなのもしてもらって割れにくくなる、じゃあコーティングしてで割れないみたいな、ガラスのあの貼るフィルム貼って、で今までどれだけ落としても本当に無敵だったんですよ。でも今日なんか気づいたらひび入ってて、もうすごく私はあーってなったけど、でもそんなことあった日はなんかこれからきっともっとまたいいことがあるんじゃないかなって考えてる。そのためのね、フラグですから。これはいいことが起きるためのフラグだから、フラグ回収します。きっといいことある。目乾いてた。ちょっと目薬したい。笹川さんって不思議だよね。何がとは言えないがね。何不思議？
不思議、世界不思議発見、いいこと、安のりハート、ありがとう。特典買ってくれてもいいんだよ、待ってるよ。いいことあるぞ。おみさドーナツ、あ、今日あんドーナツ食べたパーキングで。いいことあるぞ。おみさドーナツ、その笑顔100円、この笑顔も100円。やばい、目が開かない。今何時？そう、寝たいたいね。暑い、照明がある分暑い。ここミスド食べたくなってきた。すごい、ミスド食べたい。俺のカフェオレタン今日も可愛かった。あ、アバのカフェオレタンかは分からないけど、アバのカフェオレタンは今日水いっぱいかけられてすごいキャッキャしてた、可愛かったよ。笹川席取ってくれた、すごいね。キラキラな、キラキラな目してました。今日もまつげが長かった。23時、あ、じゃあ終えよう。終わり時間23時までテロップにあるけん、そうだよ、特典まだ駆け込みいけるんじゃないかな。多分駆け込みいけると思います。きっとご注文お待ちしてます。のずちゃん、うん、でもささがもう終わる。ありがとうございました。オンライン楽市楽座、またね。明日も仙台でライブ2本頑張ります。もし来れる方いたら来てください。待ちしてます。うん、ふーん。